パーシー・ロバート・クラフトは、イギリスの風景画家、風俗画家である。ニューリン派を代表する画家の一人である。ケント出身者の息子で、ロンドンで生まれた。子供時代に、個人教授を受けた後、ニューリン派の画家、トーマス・クーパー・ゴッチや、アルバート・テイラーと同じように、ロンドンのトマス・ヘザリーの美術学校、スレード美術学校で学んだが、多くのニューリン派の画家たちと異なり、オランダやパリへ、 海外留学することはなく、イギリスで活動し、すぐに結婚した。1885年に妻とリンに住まいを移した。1882年までに、リンには、ウォルター・ラングレーや、スタン・ホープ・ホーブスが移り住んできて、ホーブスは、クラフトとしばらく同じ家に住んだ。アマチュア俳優、歌手として才能を持ち、 画家たちと非公式の劇団の団長を務め、ニューリンに住民のための工芸教室の設立に尽力し、教師を務めた。1890年代の半ばに、ニューリンを去り、ロンドンに移った。ロンドンではゴッチが、オーストラリアの芸術家も、会員とする、ロイヤルアングロオーストラリアン・ソサエティ・オブ・アーティストの展覧会に、ニューリン派の画家たちと参加した。 ありがとうございます。